仙人さんが引退するっていうことで、今日の、メールでも流れてきたんですけど、メールに書かれてあった URL をクリックすると、X ブッダの今セールス音声が流れてきました。仙人さん引退、衝撃の引退。引退を機にもう全部放出する、今までのスキル、ノウハウ全部放出するっていう、まあそんな話だったんですけど、教育ビジネスがいいよっていう、そんな話だったんですけど、たまたまなんですけど、久しぶりに昨日、そのセールス音声、まあ、1時間40分の、100分のですね、セールス音声を聞き返してみたんですよね。100分、巻き割りしながら。仙人さんの音声って、とにかく長いのが特徴だと思うんですけども、農作業してるとちょうどいいんですよね。なんか、1時間とか2時間とか、まあ3時間とか、農作業結構時間食うんで、そして、まあ、周りの自然の音を聞くっていうのも、まあ、癒しでいいんですけど、結構自然界の音って単調なんですよ。まあ、単調の中に刺激があるっちゃあるんですけど、その農作業中に、もうずっとこの2015年から2015、16、17と、まあ、3年間ですよね、ずっと音声を聞いてきたっていうことがあるんで、まあ、子守歌のようなというか、まあ、農作業といえば、まあ、仙人さんの音声では、あの時こんな作業してたな、あの時こんな作業してる時にこんな話を聞いたなとかっていうのを全部なんか農作業とリンクされてるっていう、まあ不思議な現象が起こってるんですけど、最近聞いた音声でデイリーメンター、まあこれは X ブッダの付録というか特典でついてくるんですけども、デイリーメンターの何回、第何回だったかちょっと回数覚えてないんですけど、子供は絶対褒めるなっていう回があるんですよ。もうこれ最高ですよね。これはちょっと農業じゃなくて、もしかしたらエネマをしながら聞いてたかなっていう、まあ、あれですけど、だいたいエネマをするのは嫁がいない時を狙ってするんですけど、この時にちょっと乳酸発酵のお茶、なんか、徳島の幻のお茶っていうのがあって、まあ乳酸発酵のお茶をちょっと入れてみたっていう、その時に、子供は絶対褒めるなっていう音声を聞きましたけど、最高ですね。褒めたらダメなんですよ。なんでかっていうと、まあこれは音声を聞いていただくのがまあ一番伝達ミスがなくていいんですけど、子供って褒められると、褒められるっていうことを保証に頑張るっていう癖がついてしまって、例えば自分が部屋を片付けをした、褒められた、あ、褒められて気持ちがいい、褒められないとできないっていうこともなるわけですよ。自分が部屋が散らかってるのが気持ち悪い、居心地が悪いから、自分が自発的に部屋を片付けるとかっていうことじゃなくて、自分のためにやるじゃなくて、人のためにやるっていう癖がついちゃうんですよ。だから、まあ自分も結構子供を褒めないんですよね。あ、そうなん、ふん、へー、はん、うん、うんって感じで。まあ一応興味は、関心を示してるよっていうのは、まあ見せるんですけど、これができたからすごい、いや、そうじゃないでしょって。まあ自分のためにやったら、みたいな。で、昨日も夜、部屋があまりにも散らかってたんで、ちょっとここなんとかせよっていうことで、部屋を片付けさせましたけど、すごいですね。本当にね、あいつなんかすごい整理整頓タイプだなと思うんですけど、綺麗に片付けてました。もう内心褒めたいんですけどね、いやすっげえな、こういや将来恐ろしいなとか思って、で褒めたいんですけど、あ、よくできたじゃんっていうぐらいですよね。まあ詳しくはデイリーメンターのちょっと回数忘れましたけど、子供は絶対褒めるなっていう、まあ、回を聞いてほしいなと思うんですけど、昨日、夕方薪割りをしてたんですね。その時にこのセールス音声を、 X ブッダのセールス音声を聞き返してみたんですよ。仙人さんがもうこのセールス音声には自信があるという、そのセールス音声なんで、どういうふうにセールス音声を展開してクロージングをかけていくのかっていうところを、まあ、じっくりと聞かせてもらったって感じなんですよ。どういうところがポイントなのかな。自分が初めてこのセールス音声を聞いた時と比べてみて、まあ、3年経ってみて、今の自分はこのセールス音声をどのように聞こえるんだろうかっていうところもとても興味があったわけなんですね。まあ、セールス音声を聞き終わって、まあ、ちょうどそんなところに子供が学校から帰ってきました。スクールバスをピューとついて、まあ、自分はちょうど薪割りをしていたので、まあ、トコトコトコと、まあ、やってきましたから、
雪というか、まあ、雨、雪みたいな雨みたいなのが、まあ、降っていましたんで、まあ、もう家入ろうということで、もう常に、まあ、子供が帰ってきた瞬間、もう子供にフォーカスっていうことは、もう自分は決めてる、ちょっとルールがあるんですけれども、まあ、子供も手伝うよとは言ってくれたんですけど、まあ、雨も降ってるし、まあ、自分もちょっと片付けたいところまでちょうど住んでいたところだったので、まあ、そこでちょっと一旦終了ということで、まあ、家に入ったんですけど、自分にとって息子は、まあ、血がつながってないっていうのがちょっと自分の中で引け目というか、子供のことわからないなって思ってるんですよね。5歳の途中ぐらいから、まあ、子供と付き合い始めたんで、子供の小さい頃とか子供の性格っていうのをはっきり言ってよく知らなくて、まあ、最初の頃なんかはよくぶつかってましたし、まあ、子供にしてみれば父ちゃんを取ったなみたいな感じで、ガルルルル、もう爪ですごい、あいつ爪がすごく長かったんですけど、その爪でほっぺとガリガリガリ、血がピシューみたいな、そんなことをよくやってたんですよ。でここでひるんではいけないと思って、自分も意地になって、こんなん全然痛くないわみたいなことで張り合ってたんですけど、そんなわけでもっと子供のことがよくわからない。まあ、自分も父親として、いきなり父親になったわけなんで、本当に父親としてもいろいろ失敗してきたことっていうのはたくさんあるわけなんですけど、昨日たまたま嫁が、まあ、出稼ぎでいなかったんですね。それも泊まりで、まあ、だから昨日今日といないわけなんですけども、子供と二人きりで過ごしたわけです。で、まあ、父親として、まあ、いろいろ不安なところあります。この子とうまくやれるかなとか、自分が作った食べ物を食べてくれるかなとか、早く寝てくれるかなとか、いろいろ不安材料っていうのはたくさんあるんですけど、最近は父親業が板についてきたと、嫁も褒めてくれるんですよ。褒めてくれたんですよ、この前。どういうことかっていうと、昔はすごい、まあ、高圧的っていうか、なんでそこまで言うんだろうとか、なんでそういう伝え方、教え方をするんだろう、やりすぎなんじゃないかと思っていたと。でも、最近は、本当に息子のことをすごくよく考えて、息子に理解できるようなやり方で、息子のその発達段階に合わせて目的を持って接しているっていうことが分かってきたから、見守れるようになったって言ってくれたんですよ。ああ、よかったな、やっと分かってくれたかと思って、すごい嬉しかったんですけど、これは別に それは、まあ、自分はっきり言って父親どうあるべきかとかって分からないんですけど、 X ブッダでこの、まあ、3年間学んできたことを日々実践した、まあ、レッスン1とか、まあ、60話あるんですけど、授業の1から60話まで、まあ、プラスアルファでもっともっとたくさんあるんですけど、その聞いてきたことをレッスンの宿題とか課題とかを一つ一つ丁寧にアウトプットし続けていたら、まあ、こういう結果をやっと得られた、まあ、3年かかってますけどね、それが少しずつこう子供を育てる親として、父親として形ができてきたのかなというふうに思っているんですよ。で、X ブッダっていうのは、まあ、リーダーシップというか、教育者っていうことを教えてくれる教材なわけですけど、すごく子育てにとてもいい教材だと思うんですよ。子供、まあ、一概に子供といっても、本当一人一人個性も違うし、学校を見渡してみても、もう学習スタイルとか記憶のスタイルとか、興味のタイプだとかモチベーションのタイプだとか感情タイプだとか思考タイプだとか、もう一人一人全然違うわけで、そのこれが正しい子育て論ですよとかって、まあ、ネットなんかとか本なんかでいろいろ言われていても、結局それが全ての人に当てはまるわけじゃないっていうことを X ブッダで学んで、じゃあこういうケース、うちの子だったらこんな感じの子供かな、こういう子供に対してはどういうふうにアプローチしたらいいんだろうかっていうことが、もう手に取るように分かるっていうか、だからまあはっきり言って
他人の子ですし、あのちっちゃい頃知らないから父親としてどうかなっていう部分も、まあずっとそのジレンマとしジレンマっていうか、あのなんていうコンプレックスとして持ってたんですけど、この子一人の人間としてこの個性っていうものをどうやって引き出したらいいのか、この子が持ってる才能やポテンシャルをどうやって引き出したらいいのかっていうところにフォーカスしていれば、まあ、おのずからなんかリーダーシップっていうか、まあ、リードの仕方が見えてくるっていうか、はっきり言って他の、あの巷のこう子育てはこれがいいとかっていうのをもうはっきり言って自分はもう全く聞きません。友達がアドバイスしてくる、はっきり言って聞かないです。本当にあの頑固だなって自分でも思うんですけども、結局 X ウッダで習ったことをアウトプットしてたら、まあ、この前妻が息子のことをすごく考えて言ってくれてるので、息子もすごく成長したし、あなたも成長したし、2人で変化しながら進化しながら成長しているっていうことを言ってくれるようになったわけで、結果が出てるわけですよ。で、自分にとってその一番近い妻がそのように私たちの関係、子供と自分の父とこの関係を見ているっていうことがもう最高のリターンだなと思って、あ、X ブッダに3年やってきたことっていうのは間違いがないなって思ってるわけです。で、実際問題この3年間の中に息子を学校でいじめられたりとかっていう問題もあったし、乗り越えてきたし、あの、まあ、自分がトランスジェンダーっていうことで、まあ、結婚をしてないっていう中で子供が結婚式を挙げてくれたりとか、あと、まあ、学校でいろいろ言われてるみたいですけど、それもなんか吹っ切ったりとか、まあ、虐待問題、まあ、虐待自体は起こってなかったんですけど、虐待騒ぎ騒動があった時に、まあ、家族が結束していったりだとか、あの夜遅く寝れませんでしたけど、本当にひどくってもう11時とか12時とか、まあ、下手すれば12時過ぎて寝てたような子供だった、あの保育園児だったんですよ。それが今ではもう8時過ぎには布団に入れるようになってきて、規則正しい生活を作れるようになったりとか、まあ、さっきも言いましたけど部屋の片付けとかがもう自発的とか、まあ、自分で一人でできるようになったりとか、本当にねびっくりするぐらい子供がどんどん成長してるんですよ。まあ学校の勉強のことはそんなに気にするなって言ってるんですけど、あのなんか勉強ができちゃうんですよね。で、もう国語のこう音読とか、まあ、音読っていうのはこう教科書を読みながらっていうことだと思うんですけど、読みながらだともう空で暗示たりとか、もう記憶力がすごい良かったりとか、あとはあの作文なんかではコンテストで、まあ、銀賞もらって、まあ、岡山県で銀賞もらってきたりとか、今年は絵画のコンクールで、まあ、来週はちょっと表彰式にもう家族でみんなで行くんですけど、あの岡山県でも1万6000点ある中の 8作品の中に選ばれたりとか、なんかえらく才能が開花してるんですよね。まあ親バカっていうのも、まあ、あるかと思うんですけど、本当これこういうふうなことだけ撮ってみても、あの X ブッダだけを聞いてたら他のものは聞く必要ないなと思うんです。まあこれセールス音声の中で千人さんも言われてますけど、本当に X ブッダだけを聞いてる、そのリターンの高いもの、80対20の法則がありますけど、その大事な20のことにフォーカスしてたら80の結果は出せるっていう、そういうことなわけですよ。で X ブッダ、まあ、今ゴールドのプロモーションとかされてるみたいですけど、100万円です。100万円 X ブッダゴールド100万円投資ですよ。これはあの消費とか無駄遣いじゃなくて、これは投資だなってもうはっきり断言できるんですけど、自分にとっては、まあ、血のつながってない息子とか、まあ、妻との関係を良好に保てている、でこれから先もう良くなることしか見えない、まあ、妻にしてもいろいろこの2年3年ですごく関係が良くなったんですけど、妻もすごく安定感を持ってすごい不安まみれだった人がすごく顔つきは穏やかになって安心感の中で生きてるって感じがするんですけど、もう これだけで自分にとってもう十分リターン100万円安いよって思うわけですよ。でもじゃあ3年前の自分
が、まあ、当時、まあ、X ブート120万円っていうことだったんですけど、そのじゃあ100万円ポンとこう何も躊躇なく出せたかっていうと、やっぱり出せなかったんですよ。で途中でやめてるんですよ。トライアル期間、まあ、あの X ブッダゴールドにはトライアル期間ないですけど、 X ブッダオリジナルにはトライアル期間が、まあ、2ヶ月と言われていて、まあ、後に3ヶ月伸びるんですけど、トライアル期間があったんですよ。でやめたんですよ。あ、もうあのすごいいいものだってことは分かったけど、120万はちょっと用意できないと思ってやめたんですよ、1回。だからその100万円って聞いて出せないっていう、こんなわけのわからない人が喋っているわけのわからない教育ビジネスとか情報ビジネスがこれから、あ、まあ、情報ビジネスとは違うけれども、こういうふうなオンラインでの教育ビジネスが流行っていくって言われても、いささか信じがたいっていう気持ちもすごくわかるし、そこの信じられないものに100万円投資するっていうことにすごく葛藤があるっていうのは自分もすごくわかるんですよね。ただ今その3年前の音声を聞き返してみて、まあ、改めて聞き返してみて、自分が当時いかに自分の都合のいいところだけ聞いていたのかっていうことが分かったんですよね。あのその音声の中で、まあ、再三言われていたこと、まあ、自分が都合よくピックアップしてそうだよねとか思いながら自分で勝手に共感してた部分っていうのは、そのお金がないっていうことを理由に諦めてほしくないんですよ、お金がなくても優秀な人材はいると思うんですよっていう、その部分だけを一生懸命耳だんぼで、あの自分を慰めていたっていうか、まあ当時、まあ、お金がその余裕がなかったからすごくよくわかるジレンマっていうか、やりたいけどお金がなーっていう、そういうなんていうか、まあ、恐怖というかジレンマというか。で今聞き返してみて、仙人さんが一番なんか強く強調されていたことっていうのは、こんな人には入ってほしくないって言われていたところでもあり、こういうところがあのハードルが高いよっていう、まあ、自分はそこを完全に聞き飛ばしていたところなんですけども、あのお金を稼ぐために、明日のお金を稼ぐためにこの教育ビジネスっていうところに入ってきてほしくないっていうことをすごく言われてるんですよ。教育ビジネスっていうのはすごく時間がかかるもの、もうあなたの人格から変えていく作業、あなた自身に向き合っていくっていう作業なんで、あの時間がかかるんですよね。すぐに稼げるって話でもないし、まあ将来的には稼げる形になっていくんですけど、そこに至るまでにすごく時間がかかる。だからお金が欲しいからやるっていう人はもうやらない方がいいっていうことをすごくはっきり言ってるんですよ。ちょっと後からあの補足的にあの言おうかなと思ってるんですけど、結局 X ブッダで紹介されているのはコンテンツ、まあ、情報ビジネスっていうのはコンテンツ、その情報のこうバラ売りって感じなんですけど、コンテンツじゃなくてコンテキスト、コンテクストっていう部分なんですよ。じゃあコンテクストって何ですか？コンテンツっていうのはまあ、コンテンツっていうのは、まあ、中身っていうか、あのそうですね、ちょっと分かりやすく言うと建築現場を想像してほしいんですけど、建築現場っていうのはあのまず足場を作るじゃないですか。足場を作ってそこにこう壁を作っていったり、まあ、あのしますけど、その足場がコンテクストで、もう上に上に上がっていくにつながって、まあ、足場もどんどん上げていったり、まあ、ここは終わったということで足場を崩していったりっていう、そういうものだと思うんですけど、結局その足場があって初めて家ができて、でも家ができた時にはもう足場はいらないっていう、まあ、外しますよね。
X ブッダで教えてくれてるのはその家の作り方じゃなくて足場の組み方なんですよ。家を建てるのはあなただから、すごく時間がかかるし、いろんなテクニックも磨いていかない、スキルを上げていかないといけないし、それにはやっぱり時間がすごいかかるんですよ。自分自身も3年間を振り返ってみて、あ、やっとなんとなく理解できたな、なんとなくぼやっと見えてきたなっていう、そんな感覚なんですよ。なので時間がかかると、でもそこを自分は完全にこうすっぽ抜けてたんですね。聞こえてなかった。まあ、ちょっと想像してみてほしいんですけど、確実に中に100万円以上のものが入っている福袋、それもあなたが必要としている、例えば家族の将来を必ず良くするアイテムとかツールとか、こう秘伝の書みたいな、100万円以上の価値が、100万円以上のものがもう入っているってことは分かっている、もうスケスケの、もう中がもう透明、中っていうか外の袋が透明スケスケの福袋だったら、100万円払えと言われたら誰でも払うと思うんですよ。中に100万円以上、もっと分かりやすく言うと、中に1000万円入っている福袋を100万円出せって言われて、100万円払って買ってって言われたら誰でも買うと思うんですよ。差額が900万円で絶対得するって分かってるから。なのでその価値が最初に、まあ、分かってれば問題なく誰でも100万円払うと思うんですよね。で、X ブッダオリジナルっていうのは3ヶ月間も無料お試し期間があった。でも X ブッダは前払い100万円、まあ、全部もう耳を揃えて 100万円前払いだし、返金もないし、と思って怖いですよね。どうやって判断したらいいかもわからないですよ。中身がこれが本当に1000万円の価値があるのか、それを100万円出せって言われているのかどうなのかっていうところを判断するのは本当難しいと思うんですよ。でもし自分が、いやもうこれ絶対1000万円の価値があるって、払った方がいいってって言って自分が説得したとしても、いやはいそうですか、はいポンって100万円出せる人って本当にいないと思うんですよ。むしろ本当出せない、もう出してみてもいいかなと思うけど、でも出せない、手を引っ込めたり出したり、手を引っ込めたり出したり、うーどうしよう、いやもう本当払いたいっていう気持ちだけは前に行ってるけれども、お財布開いたらそのもう小銭しかないとかっていうような、むしろ出せないような人にこそ聞いてほしいのが X ブッダ。ポンって払う人は多分おもちゃを買い与えられてももうすぐ使わなくなる人、見向きもしなくなる、まあ息子がそうなんですけど、そんな感じの人ですよ。でも水にを切って、この100万円あったらと思って、もういろんな人から頭を下げて借りてきたりとかして、ああなんかメンツがとかいろいろなこと思いながら、その100万円を払った人はもう絶対結果出したいと思うんですよね。まあ自分がそんなタイプだったわけですけど、もうなめくり回して、もうその教材をもうその教材を必ず自分の血となり肉とさせてやると思って、本気で聞きまくると思うし、実践しまくると思うし、結果を出したいと思って本気になると思うんですよ。1000万持ってる人の中の100万円か、10万円も持ってないけれどもなんとかかき集めたりとかして100万円をなんとか作った人との100万円ではもうやっぱり重みが違うっていうか、価値、お金100万円っていうお金は同じように見えるけど、そこに詰まってる価値が違うわけですよ。で結局お金っていう尺度が入ってしまったために、なんというか絶対値で見られるようになったと思うんですけども、結局人って物と物をサービス、価値と価値を交換してるわけですよ。だからその気軽にポンっていう100万円と、もうこれには価値があると思ってもう自分には出せないお金以上のものでも出してでもいいからこれをものにしたいというものの100万円とはやっぱり全然意味が違うっていうか、まあ身の入れようも違いますよね。で、さっきも言いましたけど、 X ブッダで教えてくれるのは、まあ土台であり、
コンテクストっていう、まあ、要するに枠組みですね、フレームワークであり、結局その上に建てる家っていうものは自分で生み出さないといけないわけですよ。それを与えてくれるわけじゃないんで、すごいエネルギーだし、もうやり遂げるぞっていう確固たる意志がないとできないものなわけですよね。まあ、ここがちょっと自分はまあ甘かった。でも、家を与えてもらえ、まあ、100万円出せば家を与えてもらえるんだっていう、ちょっとそういう甘い認識を持っていたかなと思うんですけども、まあ、やがて授業が進むうちに、あ、これは家を与えられるんではなくって、自分で作っていかないといけないんだ。はて、自分はどんな家を作りたいんだろうか、自分は何を提供できるのだろうか、この世の中が良くなるために、自分は何のために生まれているのか、自分の使命は何なのか、なぜ自分はこんなことを思っているのか、それはなぜそう思ったのかっていうね、まあ、なぜなぜフォーミュラっていうのがすごく自分の中で有効だったんですけども、結局自分の使命にぶち当たるような、自分の使命は何なのかっていうことをもう認識できるような、そんなフレームワークを見せてくれるので、人生がすっきりしてくると思います。で、何に集中したらいいのかっていう、まあ、80対20の法則ってさっきちょっとちらりと言いましたけど、それをさらに上回る80対20の20の部分を80対20で見ていくと、まあ 4% ぐらいになるんですけど、もうダイヤモンド 5% っていう、そこをフォーカスしなさいよっていう、そういう話を、まあ、エクスブッダで教えてくれるので、もうそのダイヤモンド 5% にフォーカスしていれば、まあ、95% の結果を出せるっていうか、まあ、ちょっとパーセンテージは適当ですけど、まあ、そのくらいインパクトのある、もう、どこに集中するか、まあ、逆を言うと、いかに残りの 95% をカットするか、そういうことを教えてくれる教材だったかなというふうに思います。それで、まあ、お金を稼ぎたいとか、チャリンチャリンで儲けたいとかっていう人は、まあ、やってほしくないなっていう話を、まあ、自分自身も思うし、まあ、仙人さんも音声の中で言っていくわけですけど、ブッダにしても、まあ、Xブッダで育てたいと思っている、まあ、仙人さんを思っている人っていうにしても、教育者なわけですよね。で、まあ、ブッダを思い出したら、すごくわかりやすいんですけど、お金が欲しくて、多分やってないんですよ。明日食べるものに困ってるから、ちょっと教えて、まあ、お小遣い稼ごうかな、ちょっとお布施もらおうかなとか、そんなことでやってるのないんですよ。もう、使命に突き動かされて、もう本当にこの世が変わったらいいと願ってやってるわけですよ。ブッダにしてみれば、人の苦しみを、まあ、認識させて、悟りを開かせて、もう人生を楽しんで謳歌して、使命に全うして生きれるように、そんな道しるべを示してあげたいと思って、教えを説いてるわけですよ。まあ、教えを説くというか、まあ、覚醒者。まあ、つまり、まあ、人生に目覚め、人生の中で使命に目覚めたものっていうことかな。まあ、人生を、理解したもの、メタして、なんか、その一人個人だけの人生とかじゃなくって、コミュニティだったり、まあ、家族だったり、コミュニティだったり、まあ、日本だったら日本とか、もう宇宙全体、まあ、地球全体、宇宙全体。そういう中での一人としてのピースですよね。それとして自分がどういう役割を果たせばいいのかっていうことに目覚めた人だと思うんですよ。で、Xブッダっていうのはそういう自分の使命とか自分のパーツ役割に気がつく、自分が何か教えないといけない、教え、次の世代に伝えるメッセージがあるっていうことに気づいて、それを上手に伝えるっていう人を育てるプログラムなんだと思うんですよね。実際自分は3回スカイプで仙人さんと話す機会がありまして、まあ、そもそも仙人さんはスカイプ仙人切りとか やったことがある人なんですけど、まあ、Xブッダの教材の中でも最低マンツーマンで100回スカイプをしないと、その教育者としてはまずスタートするべきじゃないっていうふうなことも教えてくれるんですが、そんな、まあ、仙人切りとかした仙人さんとお話ししてもなお、やっぱり、なんか自分のことは、まあ、1回切り、3回切りのスカイプじゃ全然分かってくれないなっていう感じを、まあ、思うわけです。で、まあ、いつか会ってお話をしたいな、目と目を見て、なんか、もっとこう直感的にというか、感覚的になんか通じ合うものが
確認したいなみたいに、まあ、ずっと思ってたわけですよ。そうするとそんな中でエクスブッダを学んでいた人に、まあ、驚愕オファーがあったんですよね。まあ、エクスブッダと、まあ、ある別の、プログラムをやってる人に、驚愕オファーっていうのがあったんですけど、それは何かっていうと、まあ、今自分はやってますけど、毎日100日間連続でエクスブッダの紹介をすると。そうすると今度は仙人さんに直に会えるかもしれない。で、まあ、それだけでもまあすげえなと思ったんですけど、まあ、なかなか顔見せしない人なんで、すごいのはその費用も出してくれるっていうことですよ。飛行機代、現地での滞在費で、ちなみに南米の永住権獲得のプロセスにかかる全部の費用を出してくれるらしいんですよ。まあ、なんでそんなことをするんですかっていうと、まあ、ちょっと別の話になるんで今日は触れませんけど、会えるんだと思って、会って話ができるんだ、それはすごいっていうのもあったんですけど、自分の中で本当に驚愕したのは、X ブッダ、まあ、100万円の、プログラムですけど、100万円以上のものを提供している。これ割に合ってなくないって、思うわけですけど、結局、ブッダにしても、お金が欲しくてやってないですよね。何か、この世の中にインパクトを与えるというか、この世の中が少しでも良くなるために、自分が何ができるかっていうことに基づいてやってる中で、まあ、仙人さんはこの X ブッダっていうことで、覚醒者、っていうか、まあ、真の教育者、こう学校システムとかからいろんな固定観念から目隠しをされてしまって物事が見えなくなっている人たちの目をもう一回見開かせて教えられる立場ではなくて、むしろ自分たちは使命があって教える立場にあって、教えるというか、まあ、次の世代に伝えたり周りの人に影響を与え合ったりする、そういう存在であるということに、まあ、気がつかせてくれるためにいろんな手を打ち、まあ、言葉は悪いですけど洗脳をかけて人をリードしてるんだと思うんですよ。お金のためにやってないっていうのも本当にその驚愕オファーでもう自分も分かっちゃって、まあ、これはなんか本気でもっと自分も一緒になって広めたいなっていうことを、まあ、思ってるわけです。で、毎日4時とか5時に起きて、まあ自分もまだ会ったこともない謎の人物の教材をアフィリエイトしているっていうわけで、まあ、みんなからついに高木糸が怪しいことに手を出した、まあ、今に始まったことではないですけど、怪しいことに手を出している、ちょっと気をつけろよみたいな、奥さん大丈夫なんかなとか、まあ、いろんな心配の声が、まあ、耳に入ってくるわけなんですけど、もう自分としてはお金で動いてるんじゃないこの人っていうところに、そこにすごく自分の信念にマッチするところがあるわけですよね。まあそれに南米移住を進めているっていうことで、これから何をプロジェクトしようとしているのかっていうところ、もうこれ本当に理解不能っていうか、もう不可解でしょうがない。もう自分の性格上会って聞いてみないともう分からない、もう会いたいって思うわけですよ。まあこれも洗脳の一種だと思うんですけど、だから気をつけてほしいんですけど、自分クリスチャンで、まあ、キリストっていう、こう人の生き方にすごく憧れてミニクリスト、クリスチャンになりたいと思って、まあ、日々生きてるわけですけども、そういう、まあ、キリストとか、まあ、ブッダみたいな使命を全うしている、そういう生き方を自分もしたいと思ってるわけですよ。お金とかじゃなくって、もう本当に自分の命を捧げて、自分の場合だったら個性とかをどんどん伸ばして、もう枠とかにとらわれずに自由に思い切って生きてほしいっていう、そういう思いを持ってるわけです。自分もそんな生き方をしたいし、そういう人、周りの人にそういう影響を与えたい、周りの人に自由に、もう生まれてきてよかったんだ、自分ができることは何だろう、もう他の人の周りの人のために役に立ちたい、そんな人がたくさん増えたらきっと世の中良くなるだろうなと思ってるわけですよ。なんで日本に、アメリカでクリスチャンになって、
アメリカには当時ロールモデルっていうのはたくさんいました。あ、こんなクリスチャンかっこいいっていう人たちがたくさんいたわけですね。まあ、クリスチャン人口自体が多いわけなんですけど、でその後アルゼンチンに、まあ、宣教師として行って、そこでもたくさんロールモデルっていうのは見つけたんですよ。あ、こうなっちゃいけないなっていう、あの、なんていうんですか、逆反面教師っていうのもアルゼンチンはすげえ多かったんですけど、あのロールモデルもたくさんいたんですよ。でそんな自分が、まあ、2006年に、まあ、日本に帰ってきましたけど、それからもう10年、本当に暗黒の10年っていうか、日本で、あ、こんなクリスチャンになりたいっていう人に、もう悪いですけど、一人も出会ったことはないんですよ。でも、ありがたいことに今の時代、オンラインです。もう、そうかって、日本っていう国境にこだわらなくてもいいの。この世界、この地球が舞台でいいんだ。地球規模の視点で見れば、この今、地球の裏側に、そういうロールモデルを、まあ、仙人さんっていうロールモデルを見つけたんですよ。そして仙人さんのお弟子さんたちっていうロールモデルを地球の反対側に見つけたんですよ。この日本の枠組みを飛び出てもいいっていうこの視点は、まあトランスジェンダーの体つきで生まれた、まあトランスジェンダーの体つきっていうか、体女性で中身男っていう、こういう、まあ、運命に生まれ落ちた自分がいろいろこの苦しみの中で、葛藤の中で、ある日ポンと、まあ、今から5、6年、まあ、4、5年前になると思うんですけど、あ、そうか、国境にとらわれなければ自分は自由だって気がついたんですよ。日本だとこの体だと手術をしないとあなたは男として認めませんよっていう、まあ、そういう世界観が、まあ、はびこってますけど、外国ではとっくの昔からもうトランスジェンダーの体にメスを入れてまでこう性別を変換させる手術をする必要ない、もうその人の性別はもうその体で生まれつきそうなんだっていうことを外国ではもう言ってるわけですよ。だから自分は、まあ、今性別変更させろっていうことで、手術なしの性別変更させろっていうことで、まあ、声を上げてますけど、裁判沙汰にもしてますけど、もう最悪日本の国籍捨てようって思ってるんですよ。ダメだったらもういいじゃないか、日本じゃなくても、まあ、自分は自分だって思ってるんで、だから、まあ、この地球上のどこかにロールモデルがいて、そこを目指してその人たちがこう作り上げようとしている世界っていうのを、まあ、自分もその中にもう日本を捨てて飛び込んでもいいかなって、まあ、思ってるわけですよね。まあ、ある人にこんな話も聞いたんです。ちょっと話が長くなって申し訳ないんですけど、これからの時代はもう体とかその人の実態がどうのじゃなくて、これからはデータの時代になるよって話を聞いたんですよ。まあ、Facebook で発信すること、ブログに書くこと、もうデータですよね。自分の中から出てきたテキストがその人の人格を決定したり、その人の人格を表したりするような時代に今なってきてるんですよ。AI とかにしても、もう体じゃないですよね。知能ですよね。そういう時代が来るんだって聞いて、あ、もういよいよ自分は体にこだわらなくてもいいんだな、居場所にこだわらなくてもいいんだなっていうことを、まあ、思うようになったっていうなわけなんですよね。まあ、ちょっと取り留めもない話をしたんですけれども、あの、自分自身に今自問したいんですよ。3年前のあの音声、まあ、2015年8月11日に自分はダウンロードしてるんですけども、この音声、2015年8月のエクスブッダのセールス音声、仙人さんのこうクロージング音声を今聞き返しても、まあ、違うように聞こえてきた、あ、こういうところを仙人さんあの時言ってたんだっていうことを、まあやっぱりそれでも今でもバイアスがかかってると思うんですよ。固定観念とか自分が聞きたい情報、自分が選択的に取り込もうとしている情報があると思うんですけども、もしじゃなくても、自分からバイアスを全部取っ払って完全にもう色眼鏡で見ておらず、真っ白というか、あの、真透明な状態でその音声、仙人さんのメッセージを聞いたときに、まあ言ってみれば、放射線、肺がん検査とかでよくバッと取りますよね。あれ放射線でいいんだったかな。あの、X-ray でパッと中が見えるように、もう何もバイアスがなく、もう本当にもう機械的にこの仙人さんのX ブッダのプロモーション音声を自分がもう何もバイアスがなく聞けるならば、
X ブッダのプログラムの本当の趣旨、目的、仙人さんが本当に伝えたいメッセージ、どう見えるのだろうか、何が見えてくるのだろうか、それが知りたいなって思うんですよね。まあ、あなたもX ブッダのセールス音声をどこかにこうリンクしておきますので、あなたも何もバイアスがない状態で、この仙人さんという人が何を伝えようとして、今どういう人を起こそうとして何を成し遂げようとしているのか、これからどんな世界が作られようとしているのか、そういうところに思いを馳せてみてほしいなと思うんですよね。で、何回も何回も今日聞いて、まあ、1週間後に聞いて、半年後に聞いて、1年後に聞いて、3年後に聞いて、5年後に聞いて、10年後に聞いて、100年後に聞いてってやってほしいなと思うんですよね。この X ブッダってプログラムは500年後でさえもすごく価値がある教材だと、自分は思っているので、まあ、自分ももちろんマスターしたいですし、自分の息子にも、そしてその子供たちにも、引き継いでいきたいなと思っているプログラムです。大変長くなりましたが、ぜひプロモーション音声をさらにまた、1時間とかあったりしますけど、聞いてみていただきたいなと思います。本日も長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。